ラウレンティウス・ヒスパヌスは1218年から1248年にかけてスペインのオレンセにて司教を務めた。また、グラティアヌス教領集の注釈者でもあり、研究活動は1210年から1214年の間にボローニャで行ったのがピークであった。グロッサポリティーナと呼ばれるグロスアペラタスを残した。グロスアペラタスとは、グラティアヌス教領集についての注釈を 包括的に記述する注釈修正であり、工述するオーディナトゥーラス・マジスターもこれに含まれる。カットナーによってこの作品とグロッサオーダイナリアとの間に類似性が見出されている。オーディナトゥーラス・マジスターとは、1180年頃から作成されたグラティアヌス協領集についての注釈集であり、ユグチーオも作成に関わった彼の学派由来のものである。 オーディナトゥーラス・マジスターの147の注釈のうち、約3分の1である44の注釈が、ラウレンティウスのものであり、彼のアペラタスに変更されることなく記載されている。グラティアヌス協領集、第1部の D2 パープルから D2C6 にかけての彼の論評の4分の1が、オーディナトゥーラス・マジスターから引用したものであり、さらに4分の1弱のものがユグチーオのスンマから、 引用したものである。また、D12 パープルから D12C6 への注釈の5分の1の注釈がオーディナトゥーラスマジスターから引用したものであり、部分的には修正がなされているものの5分の2の注釈がユグク社のスンマに由来するものである。グラティアヌス協領集第2部の C193CC4、13から15の約半数の注釈もオーディナトゥーラスマジスターからの 引用である。C2792C11 に関しては、オーディナトゥーラスマジスターからの引用は、約7分の1に止まるが、3分の1以上が湯口いよ、のすんまからの引用となっている。ありがとうございます。